ここからは兵庫ぐるっと良いとこリレー2週目をお届けします。今日ご紹介します地域はこちらです。兵庫県三方郡新温泉町ですね。 JR でしたら大阪や三宮から特急浜風で行くことができます。ここからは新温泉町の西村金蔵町長とともにお送りしてまいります。西村町長どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですが新温泉町これ A 門を見てまいりたいんですけれども、上条さんと井川さんは新温泉町の魅力といって思い浮かぶものどんなものがありますか？いやそれはやっぱり温泉。温泉ですよね。この温泉で作ったあの温泉卵を言うんですか、あの卵。美味しいですもんね。僕が一番好きやね、本田卵がね。出てまいりましたよ。新温泉町の卵が一番好きやね、僕が。ちょっとお隣で笑ってる井川さんはいかがでしょう、新温泉町の。やっぱカニとかですね、海産物が。はい、もう美味しいもの、本当にたくさんあるイメージですよね。はい、ということで、西村町長に挙げていただいた A 門見てまいりましょう。こちらです。海産物、ね、出てまいりました。そして但馬牛、温泉、もう本当に私たちのお腹と心を満たす内容が詰まっていますけれども、中でもこの海産物なんですが、私もですね、昨年の年末にお買い物55のコーナーで新温泉町の松葉ガニをたっぷりと堪能いたしました。本当に幸せなとろけ方で、そして甘さ、お酒が進むったらありゃしない。もうね、上条さんもこの美味しさも知ってますよね。いやもうちょっと美味しそうな顔してるね。この後もぐいぐいとお酒もいってますからね。というね、こちらちなみに松葉ガニは冬の味覚なんですけれども、新温泉町の夏の味覚といえばこちらなんですね。白イカ、町長魅力を教えてください。はい、白イカを一口食べますと、実はとろーっとして食感が素晴らしいです。何よりも甘さがとっても甘く、食べれば食べるほど、はい、美味しく味わうことができます。もう食感も甘さも本当に贅沢な味わいということですね。はい、さらにですね、新温泉町といえばこちらね、湯村温泉ですよね。ちなみに町長、夏の湯村温泉といいますと恒例行事があるということですね。実は7月から9月にかけて湯村温泉春木川沿いに美人画の絵灯籠が約15基設置されます。夜幻想的に街並みを照らすということで素晴らしい夜景ができております。うっとりする眺めですよね。どこかえのきさんのこうカニ食べてる絵も入るんですか。ここだいぶイメージがらりと変わります。こちらは幻想的な雰囲気をもちろん楽しんでいただければと思います。これらですね、海産物や但馬牛、それから温泉の宿泊券などは新温泉町のふるさと納税の返礼品に選ばれていますので、ご興味あるという方はこちら新温泉町ふるさと納税で検索をしてください。では続いての項目を見てまいりましょう。こちら新温泉町良いとこ住んでみて。ちなみにですね、西村町長によりますと、こちら元気で長生きができる町ということなんですけれども、はい、町長詳しく教えてください。はい、実は新温泉町には3つの代表的な温泉があります。ボトルが出てまいりましたね。はい、まず役場がある、源泉が70度、はい、塩分が入っております。海が近いということで、疲労回復にバッチリ。それから2番目が、七釜温泉、7つの釜と書きます。七釜温泉、源泉が、50度、源泉かけ流し、どういうわけかこの温泉には神戸ナンバーの車がたくさん止まっております。はい、神戸からの、お客様は人気ナンバーワンです。最後は湯村温泉98度、炭酸ということで、美肌美人、バッチリということで、はい、この3つの温泉を日替わりに入っていただく、それで100歳まで長生きができると。
特徴ある源泉をね、今日は町長自らお持ちいただいたということで、でこの温泉なおかつ自宅で楽しむことができるということなんですよね。あ、そうですね。新温泉5000所帯あるんですけど、はい、そのうち1100所帯に、蛇口をひねるとお湯が、天然のお湯が出るようになっております。ですから毎晩毎朝、はい、シャワー浴びたりお風呂に入る、まあ、そういう素晴らしい温泉活用ができる、ね、蛇口ひねると出るんですか、温泉ですよ、はい、60度の、はい、町長 もそれは体感毎日されて、僕湯村温泉ですから毎日毎朝毎晩入ってます。本当に羨ましい環境ですね。そしてですね、こちらの新温泉町では移住促進に向けた取り組みももちろんありまして、こういった出産子育て支援で出産の応援交付金、妊娠届出後の、支給が5万円ですとか、住環境の整備支援もあります。こちら町長、この整備支援について教えていただけますか。はい、新温泉町には空き家が約480軒あります。この空き家を活用して新築されたり改修をされますと約50万円から70万円の補助支援をさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。移住支援にも手厚いということで、移住にご興味あるという方、新温泉移住定住ナビ、こちらの電話番号までぜひお問い合わせください。そしてここで新温泉町からの嬉しいプレゼントね、こちら出てまいりました。山陰のお魚干物詰め合わせを3人の方にプレゼントということですので、詳しくはまたプレゼント情報をチェックしてください。ご応募お待ちしています。それでは最後に町長から夏のおすすめ情報をお願いします。はい、これです。7月16日新温泉町では、田島の三大祭りの花火大会を約3000発、打ち上げます。昨年も5万人の来客がありました。大混雑しました。今年は皆さん豊岡駅、鳥取駅から臨時の列車が出ますので、ぜひ列車を利用して新温泉花火大会にお越しをしていただきたいと思っております。お待ちしてます。夏にねぴったりのお出かけ情報もいただきました。今日は新温泉町の西村銀蔵町長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。